県内で先月28日までの1週間に確認された新型コロナの感染者数は647人で、3週連続で増加しました。県衛生研究所によりますと、先月28日までの1週間に県内で確認された新型コロナの感染者数は647人でした。 前の週より百八十一人増え、三週連続で増加しています。保健所別で見ると、最も多いのは村山で百九十三人。次いで、沖賜が百八十七人、山形市が百五十六人などとなっていて。最上を除くすべての保健所で、前の週より増えています。感染者数の推移をグラフで見ると。 去年夏に増加した後、10月以降は低い水準が続いていましたが、年明けからは右肩上がりとなり、再び感染が拡大していることがわかります。県は引き続き、換気や手洗いなどの基本的な感染対策を行うよう呼びかけています。